住民の足ともいえる路線バスについて考えます。路線バスが村で唯一の公共交通機関の北塩原村では、すべての住民が無料で乗れる取り組みを明日から始めます。なぜ無料化に踏み切ったのでしょうか。北塩原村で唯一の公共交通機関バス。そんなバスをめぐり、村が明日から始めるのは、こちらの路線バスの IC カードとこちらの村民証を持ってバスに乗車いただければ、無料でご利用いただけるような事業を開始いたします。村民が路線バスを無料で利用できる取り組みです。車の運転もできないからありがたいって思ってます。みんな無料化だから若い人もありがたいと思いますよ。今度はもうカードパッてね、あれすればいいから便利は便利ですね。会津バスが今月27日から導入した IC カードを機械にかざし、村が発行する村民証を運転手に提示すれば、年齢に関係なく運賃が無料になるというのです。うちの村、自家用車のない高齢者であったりとかも結構いらっしゃいますので、そういった方にも外出機会、ちゃんと創出したいなというところで。北塩原村は人口のおよそ4割が65歳以上の高齢者です。県の内外に目を向けてみても、高齢ドライバーによる悲惨な事故は後を絶ちませんが、村は今回の無料化によって運転免許証を返納したり、逆に車のない高齢者が気軽に外出したりするきっかけにしたい考えです。もともと赤字が続いていた村内を走るこの路線バス、今回の無料化によって運賃は村が負担しますが、バスの利用者が増えれば路線の維持にもつながると期待されています。その上、村の外の北方駅や猪苗代駅も運行区間になっていて、遠くに通って働く人や学生にとってもメリットの大きい試みです。こういう無料化事業で、少しでも残って村から通っていただける子増えればいいなとは思います。村民の足を支えるための今回の無料化、地域にどんな効果をもたらすのか注目です。車を運転しない方にとってはバスはなくてはならない存在ですよね。ただ路線バスは他の自治体や全国に目を向けていきますと、減便や路線の廃止といったケースが増えているんです。その背景にあるのは、運転手の時間外労働の規制を強化するいわゆる2024年問題などで運転手が不足していたり、運行する路線が赤字になっている、こういったことが背景として挙げられるようなんです。今回のケースのように自治体が補助したり新しい交通システムを作る動きというのもあるようなんですが、人口が減少していく中でどのように公共交通を維持していくのか、皆さんそれぞれの地域で知恵を絞っていく必要がありそうです。